はい、プレボールどうも野球人です。読売ジャイアンツ元木大輔、作戦兼内野守備走塁コーチが退団発表。今季コーチは計5人目となる退団へということでございまして、はい、巨人ね、連日ね、組閣のお話っていうところが出てきているんですが、今日は元木大輔コーチが退団するというね、発表が球団からありました。こうね、先駆けて報じられているとかはなかったんで、まあ急に出てきた話っていうところではあったんですが、まあこれで計ね、コーチで言うと5人目となる退団ということになります。やはりこう原さんが辞めるってなって、まあ続々後追いでっていうね、方が非常に多いのかなっていうふうには思うんですが、それではまず記事から見ていきましょう。はい、巨人元木コーチが今季限りで退団。巨人は12日、元木大輔コーチが今季限りで退任することが決まったと発表した。本人から申し入れがあったという。18年オフ、原辰徳前監督から直接オファーを受け、コーチに就任。タレントとして活動していたが、13年ぶりの球界復帰の話題となった。19年、20年はヘッドコーチとして、2年連続リーグ優勝に導いたが、21年は3位。作戦兼内野守備コーチを担当していた今季、チームは2年連続でクライマックスを逃していた。今オフ、大久保博元氏、阿波野秀幸氏ら一軍首脳陣では3人目の退任。ファームも合わせて5人目のコーチ退任となった。阿部新監督の就任とともに、首脳陣も大幅に刷新される見通しとなったということでございます。はい、ということで、まあ元木さんがね、今季限りで退団ということになっております。まあかなりね、コーチ陣っていうところが退任が続いているわけなんですが、まあ元木さんもね、原さんが呼んだっていうところはあったんで、まあそれに伴ってね、自ら辞任という形で球団を去るっていうところではあったんですが、まあとはいえこう安倍新監督とともに、まあ結構ね、いいポジションっていうところも与えられていたりしておりましたんで、まあもしかしたら残るんじゃないかなっていうところもあったんですが、まあただね、退任というところになっております。では改めて今回ね、退任する元木さん、どういった方だったかというところしっかりと見ていきましょう。はい、では見ていきます。元木大輔さん、一軍作戦兼内野守備コーチを今季は務めております。出身地は大阪、1971年、12月30日まで51歳、180センチ、83キロ、ポジションは内野。監督コーチ歴は巨人でのみで、巨人でのコーチ歴っていうのも5年間ということでございまして、まあアンダー12のね、監督とかも務めてはいたんですが、NPB では巨人だけということになっております。元木さんは高校時代からスター選手であり、大英に1位指名されるも指名を拒否し、ハワイに野球留学を経て、翌年巨人に1位指名されプロ入り。その後はユーティリティとして活躍を見せると、2005年に現役を引退。そこからは主にタレントとして活動し、長らく現場からは離れておりましたが、2019年に巨人の一軍内野守備兼打撃コーチに就任。さらに翌年には一軍ヘッドに昇格し、今季は一軍作戦兼内野守備コーチに移動となっていたというところでございます。はい、この元木さんね、高校時代は上宮高校で甲子園に出場し、そこで大活躍。もう本当ね、スター的な扱いというところでございました。まあ、それもあってドラフト1位は確実。まあ、さらに大の巨人ファンっていうところもあって、まあ、巨人に行きたいっていうところをですね、希望していたんですが、まあただ巨人はこの元木さんではなく大森さんを1位指名して、元木さんは大英に1位指名というところでございました。まあいろんなね、経緯っていうところはあったんですが、どうしても巨人に行きたかった元木さんはその指名を拒否して1年間ハワイ留学で、その翌年に巨人がね、満を持して1位指名したという経緯がございました。まあこの入団拒否っていうパターンね、まあちょっと前まではね、ちらほらありました。こう今ね、現役の選手で言っても、まあ、長野選手とかもね、巨人に入りたいからっていう理由で指名を拒否していたっていうところはあったんですけど、もうね、ここ数年は完全になくなったかなっていうところではあるんですが、まあ、当時はそんなこともあったよねと。で、そっからはね、ホームランバッターっていうよりもですね、ユーティリティで渋いこう、いぶし銀の選手として活躍し、2003年に現役引退。で、引退後はタレントとして活動しておりまして、まあ、こう、クイズ番組とか、おバカキャラで、いろいろね、こう出ていたかなっていうところではあったんですが、2019年に巨人の一軍コーチに就任して、で、まあ一軍ヘッドも務めていたというところでございますので、現場復帰してからはかなり重要な役割っていうところを任されておりました。で、通算成績はですね、1205試合で2割6分2厘、3397打数の891安打、66ホーマー、オペスが 0.697 ということで、まあね、成績を見ると、超一流っていうわけではないんですけど、まあそれでもやっぱね、こう巨人愛っていうところが、非常に溢れているっていうところもあって、原さんが辞めてもね、こう残留してくれるんじゃないかなっていうところであったんですが、まあ今回退任で、コメントもねありますので見ていきましょう。5年間ジャイアンツのユニフォームの袖を通してチームのみんなと戦ってきたことは本当に幸せでした。選手の皆さん、これからも頑張ってください。そして応援してくださったジャイアンツファンの皆さん、ありがとうございました。この先のことはまだ何も決まっていないんですが、楽しく過ごしていこうと思っていますということで、
はい、このようなコメントっていうのを残しておりました。まあ特にね、やることも決まっていないというところでございます。まあ今後はね、もしかしたらこうまたタレントというかテレビにちょこちょこ出たりねする可能性もあるんですが、まあまた再びねどっかのタイミングで巨人に戻ってくる可能性もあるだけに、まあその辺がどうなってくるかというところではあるんですが、はい、というわけでまあ元木さんがね辞められるというところでございますが、まあ改めてコーチ陣というところ、そちらもお話していきましょう。はい、ではコーチ陣ということでお話していきましょう。対談のねコーチっていうところ、今日見ていった元木さんですね、一軍作戦兼内野守備走塁コーチ、まあ今期で退任と。で、大久保一軍打撃チーフコーチもね、先日正式に退団というところが発表されました。そして阿波野一軍同士チーフコーチもね、退任というところでございまして、まあ一軍のね、チーフ二人と作戦を務めている元木さん、まあ非常にこう、重要なね、ところになってくれていたお三方がね、共に辞任という形ですね。まあやっぱね、原さんが辞めるっていうところで、辞表をね、出したっていうのが、まあこの三人ということになっております。で、さらにですね、石井純海打撃コーチ、小笠原三軍打撃コーチ、まあ、この2人もね退任というところが発表されております。まあこのお二人のもね、どちらも小原さんが呼んだっていうところはありますので、まあまあやっぱね、そういう中での退任というところなのかなっていうふうに思いますが、でこれで全コーチ31人のうち5人が今季で退任ということになります。まあやっぱね、巨人三軍までありますし、非常にコーチの数は多いんですが、まあその中でもやっぱ5人の方が辞められたっていうところで、今後ね、ここがどうなってくるのかっていうところはありますよね。で、今のところね、入閣の話は内海投手コーチのみということになっておりまして、まあ西武を辞めてね、まあ巨人に復帰っていうところが報じられておりますが、今のところ具体的に出てきたのはこの内海さんのみということでございます。まあなんで、ある程度そのラインから呼んでくる人っていうところで言うと、まあ同じように他球団でコーチ辞められた方っていうのもちらほらいるので、もしかしたらその辺が候補になってくるのかなっていうふうには思いますが、まあただね、単純に考えても5人辞めてまだ1人しか決まっていないっていうところはありますので、まだまだね、入閣してくる話は出てくるんじゃないかなっていうふうには思います。まあちょっとこのところ担任の話ばかり続いてはいるんですが、まあそろそろね、ちょっとこう入閣の情報っていうところも期待かなっていうところでございます。もうね、こうフェニックスリーグも始まって、まあキャンプもね行われるっていうところもあるんで、もう来シーズンの動きね、どんどん始まってるかなっていうところではありますので、まあほんとね、ここから楽しみでございますが、はい、というわけで今日は以上です。最後ね、ネットで何の見ておりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。原監督の後任、てっきり元木さんだと思っていた。元木投手も退任するのは寂しい。盛り上げ&縁の下の力持ちの頼れる兄貴分がいなくなるのは本当辛いということで。はい、そうですね。まあ、やっぱ元木さんに関しては、まあ、残ってほしいっていうところはね、結構声も聞こえていたのかなっていうふうに思いますが、まあまあ、ただ、今回退任。で、まあ、やっぱね、こう、巨人でずっと生え抜きっていうところもありましたし、ヘッドコーチまでね、詰めていたっていう経緯はありました。まあ、なんか次の監督で言うと、安倍さんか、元木さんか、みたいなところはありました。まあ、ただね、今回監督になったのは安倍さんと、まあ、やっぱこう、実績とか、そういうところをいろいろ見ていくと、そっちが優先されるっていうのは致し方ないのかなっていうところもありますし、まあ今年の時点で一軍ヘッドにね、安倍さんがなったっていうところもあって、まあやっぱね、そっち方面に早くから舵を切っていたのかなっていうところはありますので、その辺考えればやっぱまあこう妥当な動きかなっていうところではあるんですが、それでもね、やはりこう元木さんに関してはムードメーカー的な役割っていうのもありましたし、ベンチのね雰囲気とかも明るくしてくれていたっていうところもあったんで、まあその辺が次のコーチっていうところどういう感じになるのかっていうのが読めないんで、なかなかね、あれなんですけど。まあ、ただほんとね、巨人ね、こう、生え抜き縛りっていうところ、監督は未だ続けております。まあ、これがね、今後続くとなれば、やっぱまた監督のチャンスというところも、巡ってくる可能性もね、あるかなっていうふうには思うので、なんかまたね、巨人に戻ってくる感じはいたしますが、どうなのかなと。で、こちら見ていきましょう。亀井さんも村瀬さんも、侍ジャパンと兼任みたいだから、その辺もいろいろ大変そうだね、ということで。はい、で巨人ね、いろいろ組閣っていうのが発表されておりまして、今日ね、阿部監督が正式に3年契約を結んだという発表がありました。で、その裏で巨人とは別に日本代表ですね、侍ジャパン、ここのね、コーチ陣も発表となりました。まあ前から言われていた通り、亀井さんが入閣で、村田さんもね、ずっと侍ジャパンに携わっているっていうところもあるんで、引き続きバッテリーコーチとして入るというところになっております。まあなんで巨人から2人ですね、コーチと兼任で日本代表もっていうところでございます。まあ期間で言うとね、限られたオフシーズンだけっていうところはあるんで、まあ負担っていうのはめちゃくちゃあるわけではないんですが、まあただこう見れない期間とかもね、まあどうしても出てきてしまうのかなっていうところもありますし、コーチの数っていうところで言ってもね、それなりに2人兼任するってなれば必要かなっていうところではあるんで、まあ多分ね、しっかりと何人か新しい人が来るんじゃないかなっていうところではありますので、まあこう両立っていうところ、いろいろ大変かなっていうところはあるんですけど、まあしっかりとこう残りのコーチで
その辺は補ってほしいなっていうところでございますが。はい。というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。明日のゲーム、瀬戸。ありがとうございました。